左から、コスモスアストロ、ラジオシャックアストロ EC-312 及び、バンダイアストロスターアストロバイコスモスは、コスモス社が1979年から1980年にかけて販売していた、先生実伝卓である。ラジオシャック E-312 アストロ及び、ラジオシャックアストロ EC-312 は、 米国ラジオシャックが1979年から1980年にかけて販売していた先制術電卓である。バンダイエレクトロニクスアストロスターはバンダイが同様の時期に販売していた先制術電卓である。いずれの機種も機能は同等であり、筐体や衣装が異なるのみである。グリニッジ標準時での日付からその日の太陽、水星、金星。 火星がそれぞれどこの宮に存在していたかを計算する電卓である。日付としては誕生日を入力することが想定されている。なお、制御演算装置にはトムス1470が使用されている。例えば、1954年9月21日を計算するには、日付を米国式で 92154? と入力し、B1 キーを押す。 計算には20秒ほどかかり、6、7、8、10と表示される。下表を参考にして、この結果を見ると、太陽、諸女宮、水星、天秤宮金星、天活宮、火星、魔活宮、となる。これの解釈については、西洋占先生術の項などに譲ることとするが、この結果から、簡単なホロスコープを描くことができ、アスペクトなどもある。 程度考慮可能である。ありがとうございます。